横浜の大桟橋の大統領が関係しますので、不在決算で、そこで、鈴木リーカーさん、今、19歳の話で、ラメールという専門の一周に、海のバイオリンが聞こえて、今日は新しい作品を初めて披露めているところで送りたいと思います。いろいろどんな曲があるか、この間は私に行って、実際に作ったものを、作ったものを独自レジャーで送ってたんですが、今回はビリー・ホリデーのですね、この辺りに使われているか、ダイアナ・ロスの曲を作りたいなと思います。レディス・キング・ザ・ビーチ。日本では作ったとか言われてるけど、よく詳しいことがまだ明確に分からないんですけど、次の日では作ったとも言われてる、ネット上で調べるとそうなんですけど、もうあれこの曲があったかなと思っている、彼女の曲があったかなと。ただ、シング・ザ・ブルースっていうアルバムは多分あるんですけど、この曲があったかどうかちょっと、どのように分かったらどうでしょうとかですね、そんなことっていうのが書いてあるのを、そうかなと思って、やってみました。ひどく感動して、冷気の中で目をパッチリ開けた。
という絵画が見えてきた。もちろん死というものがあるから完璧にはいかないけれどね。死という一点は僕らにはわからないから、僕らの形をあの貝のように完璧に見ることはできないけれどね。死ぬとき私たちがどういう形をしているかわかるかしら。わかると思うよ、ごく自然な形でね。それからあなたは眠りについたんだ。人間という貝を私はヨーロッパでたくさん見てきたばかりだった。ミロのヴィーナスもサモノラケのニケもラオコーンも素晴らしい形をしていたが、私が一番惹かれたのはミケランジェロのピエタだった。あれは息を引き取ったばかりの清らかな息子イエスを抱く母親マリアの像なのだが、まるで死んだ恋人を抱く若い女のように私には思われたの。あのように純粋な抱擁を私は見たことがなかった。それは白い冷たい椿の匂いのように私の方に流れてきた。私の心の中にある私たちという貝は生きていて、これからどうなるかも分からず無限に熱を持ったもののように思われた。私は目には見えない貝に心の中でそっと触れて、そこにはもはや時の刻みが痛いほどついていた。たとえ砂のようにこぼれ落ちる日々の虚しさに私が生きていくとしても、覚えておこう、息子が生まれた日も青い濡れたような空を、そして病院から連れてきたばかりのガーゼに包まれた首のくにゃくにゃするバラ色の息子を、まるで祝福でもするように4階の窓まで覗きに来た一本の家けやきのことを、あの木は空中であやとりするみたいに何日も何日も息子をあやしていた。それから何かの行き違いで張り裂けんばかりになっていた私を、不意に台所の隅でしっかりと抱いたあなたのことを、あの生の全き充足のことを、私は目には見えない貝を心の中でそっと抱きしめた。さくらさん、おー。
平成生まれ。違います、違います。昭和です。ED 昭和だと。ちょっと感想とか、ちょっと面白いです。じゃあ、もう一度ですね、作っていただけたらと思います。この作家さんのブログにも、いろいろな情報が紹介されておりまして、びっくりしております。多少、読むために書いたところを少しこう、リプレイをつけておきたい。ちょっとさせていただきたいと思います。それで、よろしくお願いします。それでは、最後に、終わりに返して、もう一人の美容師、ダースさん、返して、